3月川崎市。まだ7時じゃん。もうちょっと寝かせてよ。苦しい。やめろミコ。わかったよ。ご飯あげます。トイレも掃除しますよ。僕の名前は星沼義明。借金3000万をパチンコで返済してる男。なんと今月はグランドオープンラッシュ。 S 店、 K 店、 R 店、 G 店と立て続けにグランドオープン、リニューアルです。この情報は前回紹介した携帯メールの情報です。はがきや郵便物でのお知らせよりはるかに早いので、整理券などをもらいに行くスケジュールを決めやすいです。今日はグランドオープンの中でも大本命、 S 店の整理券配布の日です。よっしゃ、準備完了。いただきます。僕のモットーは必ず朝ごはんを食べること。これでも一応調理師免許を持ってるんですよ。実家が居酒屋ということで一応取得したのですが、今は自分のためだけにしか使っていません。グランドオープンは変則営業か。短時間勝負ならあの機種しかないな。よし行くか。川崎駅前 S 店 AM10 時。パチンコ 3.7 円換金、スロット10日交換。配布まであと1時間もあるのに結構並んでるな。なんか寒いな。日差しが暖かかったから薄着できちゃったけど失敗したかな。設置機種の一覧です。どうぞ。お、どうぞ。ありがとう。あれ系の台は一機種しかないのか。ゴンちゃん、夏希新海打ってみたい。うん、おお、それええな。 3.7 円で分回りの新海なんてこの辺りじゃお目にかかれんからな。ある意味正解だけど、短時間営業の場合はちょっと違うんだな、これが。わ、寒い。だから言うたやろ、もっとあったかい格好せえって。こっち来い。あったかい。ああ、お前ら新海に飲まれてしまえ。今から整理券の配布をしますが、配布枚数はお一人様1回につき1枚だけです。つまり3日間の整理券を取りたい方は3回並んでいただくことになります。なに、この寒い中3回も並ばなきゃいけないの。3枚整理券をもらうのに合計1時間10分。寒い中並んでいたので僕の体はガチガチです。はあ、生き返る。これで目標は半分達成したな。僕の選んだ機種は三強の CR フィーバーダイヤマト FX です。理由は簡単。短時間勝負の場合、時間効率を考えるとフルスペックで超時短のついている機種が有利と考えたのです。さらに壺にはまった時の爆発力もすごいのです。で、超時短とは通常の時短かっこ保4時約3から4秒よりかなり早く、かっこ保4時約 0.5 から1秒保留消化できるというものです。大当たり後の超時短では保留1からの時短が効くので、かなりのスピードで回すことができます。ハーフスペックの新海と比較すると3時間でなんと200から300回転も多く回すことができるんです。超時短でおすすめなのは花月、ダイヤマト、バイキング。この中で S 店に設置されているのはダイヤマトだけだったので即決しました。そして寒い中頑張って並んで3日間同じ台を手に入れました。なぜ3日間同じ台に座るのか。回る台を粘って打って勝つが僕のパチンコスタイル。3日間同じ台に座っていればその台を1日回したことになるでしょ。つまり僕の実践経験上、長時間打つことで台の波を収束させることができると考えているからなんです。ふぅ、寒っ。やっぱり風邪ひいちゃったかな。 S 店グランドオープン初日 PM 5時30分。うくそ、
うう頭痛。早く出して帰らないとやばいな。そして17時45分入場。僕の代は皮肉にも入り口の先頭台。最悪だ。ここめちゃくちゃ寒いじゃんよ。そして昨日取っておいたデータを再度チェック。今日の短時間じゃ出ないかもな。とりあえず種まいとくか。明日のために種をまく。台の波を上向きにし、大当たり確率を上げるために今日回して明日いただくという意味です。 PM6 時グランドオープンスタート。それでは始めてください。よし、まずは1000円チェックだ。するとびっくり、なんと1000円で42回も回ってしまったんです。夢か。 3.7 円換金で42回。こんな時に限ってこんな風を。その後1万5000円投入、648回転目、連続チャンス目が3回、そして4回目、ワープ予告だ。よし来い。よっしゃー、いけー、確変成り上がり。いや、なんのなんの、次の時短で引き戻してやるさ。が、あっけなく全部飲まれて462回転。くそー。本日は8時30分終了となりました。残り30分、頑張ってお出しくださいませ。はあ、明日もあるし今日はもう引くか。よし、帰ったらあれ食べなきゃ。星沼特製ニンニク雑炊。これは僕の自慢料理の一つ。どんなに体力が落ちていてもこれさえ食べればもう元気もりもりです。よし、これで明日はバッチシだな、ミーコ。ごめんごめん、臭かった。2日目、 PM3 時。昨日のニンニク雑炊が効いたのか、今日の体調は絶好調です。周りに村はあるけど1000円で32回回る。やはり釘はいじってないな。よーし、昨日回した分今日は出そうな気がするぞ。ん？あ、カンタ先輩だ。うわ、カップラーメン食ってる。普通こんなとこで食うか。恥ずかしいから他人のふりしよう。お、ああ、星沼じゃん。な、おい、何無視してんだよ。おい、あちぃー、あちゃ、あち、何するんすか先輩。俺を無視した罰だ。たく、この親父。ところで先輩、何売ってるんですか。決まってんだろ、新海だよ新海。やっぱ新海打つなら新大導入時じゃん。じゃあ俺はこれから爆出しさせっからさ。どっから来るんだその自信。気を取り直して2000円投入、49回転目でした。ワープリーチからしゃあ。しかしワンセットで終了。がっくし。100回転時短終了後、235回転でまたもワンセットを引く。この間スタートから40分。やはり回るヤマトは消化スピードが恐ろしく速いです。この分なら6時間で通常回転数、各辺以外の回転数1800回は超えそうだ。これならいけるかも。時短終了後69回転で各辺ワンセット。しかしこれ以降単発を引いても200回転を超えることなく、順調に大当たりを引き続け、最終的に大当たり13回でプラス5万5000円をゲットしました。よし、この調子なら明日もいけるぞ。ん？うわぁ、カンタ先輩本当に爆出ししてる。あんたって人はなぜいつもそんなに出してるんだ。今度はピザ食べてるし。お、星沼どうだ、パチンコに迷いは禁物だぜ。俺は明日も新海打っちゃうよ。3日目、 PM0 時。この日は3000円投入、77回転目で鉄板の小妻館長出現。おお。隣のお兄さんも驚きを隠せなかったらしく、思わずおっと声を上げてました。この大当たりから5連チャン。その後も順調に大当たりを重ね、
大当たり16回でプラス7万3000円の大勝ち、3日間のトータルでは10万5000円もの勝ちを収めることができました。で、やっぱりカンタ先輩は爆出し中。また食ってる。こんな短時間で、しかもヤマトより時間効率の悪いハーフの新海で、なんでこんなに出せるんだ？笑い止まんねえ。くそ、いつか僕も新海で先輩を羨ましがらせてやる。今回の立ち回りは間違ってないと確信した僕は、営業時間の短いグランドオープンは必ず超時短の機種狙いで行くことに決めました。そして後日、圧巻だったのが G 店の CR フィーバー花月です。 G 店は今回のグランドオープンからパチンコの換金率を10日から3円に下げて回転数を上げるようにしたので期待度アップでした。そして期待に応えてくれました。 G 店、なんと500円で41回転、1000円あたりの平均も53回と驚異の激ヤマ釘でした。なんて調整してくれるんだよ、涙が出ちゃうぜ G 店さんよ。そして4000円投入204回転目、三日月リーチ、よっしゃー。この花月、超時短を搭載してるだけでは飽き足らず、大当たり確定からアタッカーが開くまでの時間も超短い。当たったらすぐ打たないといけないんです。この後も順調に大当たりを引き続け、8箱のお持ち帰り、換金してみると4万6000円、差し引き4万2000円のプラスでした。グランドオープン時、短時間営業の場合は超時短の機種を選ぶべし、特に三強の台。なぜなら超時短の時間効率を最大限に発揮させ、他の機種よりも多く回せるからです。より多く回れば大当たり確率も必然的に上がると僕は考えています。いやいやいや、今日も勝ってしまったよ。ねえゴンちゃん、今日も勝ったから私がステーキ焼いてあげる。お、ええな。君たちいたのね。夏樹の料理はめっちゃうまいから今から楽しみやな。いいさいいさ、僕は自分のために料理するさ。お、そう、僕の名前は星沼義明。せっかく取った調理師免許を自分の食事にしか使ってない男。この話マジです。分かってくれるのはお前だけだよ。2003年3月の借金残高、住宅ローン2,884万5,405円、カードローン146万2,208円、2003年3月のパチンコ収支プラス45万1,500円。この話マジです。